本日ご紹介するのはこちらの銘柄。燻製された来たる野菜ズッキーニの汁のような癖があり、とても渋いけれど、それそれを米系のミネラルっぽさと、こもった乳酸系甘さがバランスをとっていて、玄人向けの独特な癖のある日本酒。まずくはないけど、初心者にはおすすめできない。お見かけしましたら、ぜひ、お試しください。